2004年4月2日朝、千葉県の外房にある町で農業を営んでいた鈴木茂さん、当時54歳が意識不明の重体に陥った。原因は血糖値を下げるインスリンが過剰に取り込まれたために、低血糖による重度の脳障害が引き起こされたためである。しかし茂さんは糖尿病患者ではないため、インスリンなど常備していない。妻の鈴木しおり、当時33歳が茂さんに睡眠薬を飲ませた上でインスリンを大量に皮下注射したのであった。鈴木茂さんは農家を営んでおり、嫁探しに苦労していた。念願かなって探し当てたお嫁さんがまさか地獄への使者だったとは思いもしなかったであろう。警察は鈴木しおりを逮捕。しかし警察はしおりのことをかなり前からマークしていた。というのも、妻のしおりの手で死の淵へ突き落とされかける災難に茂さんが襲われたのはこれが最初ではなかった。インスリンを注射される約半年前、茂さんは自宅の台所で煮えたぎった鍋の熱湯をしおりに背中から浴びせられ、全治5ヶ月もの大やけどを負い、2ヶ月間も入院させられていた。大量のインスリンを注射されたのは、やけどの傷がようやく癒え、ビニールハウスの準備を始めた頃だった。しおりは救急車を呼び、駆けつけた近所の人に熱があったので風邪薬を飲ませたら、翌朝目が覚めなかったと取り乱した様子もなく落ち着いて説明していた。そもそもこのしおりという女性、中国黒竜江省の出身で、30代で同じ町内の女性と離婚した後、一人身を囲っていた茂さんが意を決して1993年に中国へ渡ってお見合いして知り合い、翌年秋に結婚した。しおりは町内会の行事にも嫌がらずに参加し、夏祭りには茂さんの母親の手製の浴衣を着たりして周囲と溶け込んでいた。年子で出産した男の子2人が保育園へ通うようになった時、送り迎えするために運転免許を取り、数年後には日本に帰化した。しかししおりの人物評は必ずしも好意的なものばかりではない。ネギやそら豆などを栽培していた茂さんの畑仕事は農繁期しか手伝わず、料理なども苦手だった。しおりは朝寝坊で起きてくるのは昼過ぎだと茂さんが愚痴るのを聞いた人もいる。隣家の主婦が茂さんから聞いた話では、しおりの故郷は黒竜江省の山奥で、結婚前に実家を訪ねた時片道3日がかりだったという。月々満単位の送金もしながら頻繁に里帰りしていたらしく、長男が一昨年の春小学校へ入学する直前から、二人の兄弟は独断で中国の実家へ預けっぱなしにしている。実家の電話番号を教えられていない茂さんは、なぜ連れて帰ってこなかったんだとしきりに憤慨していた。そんな芳しくない結婚生活を送る中、事件は起きた。1995年12月28日、同じ敷地で茂さんの両親が住んでいた別棟の木造家屋が全焼し、焼け跡から見つかった両親の遺体には首を絞められたりした形跡があった。第一発見者は当時23歳のしおりだった。しおりは仕送りや土地問題で茂さんの両親と揉めていた。また犯行も実家のことを詳しく知っていないと、ここまで手際よく行えないものであったため、警察はしおりを第一に疑った。しかし初動が遅れたこともあってか、証拠を挙げることができず、この事件は迷宮入りとなっている。警察がしおりさんを疑い出したのもこの事件がきっかけである。その後先述した茂さんの大やけど事件もあり、夫婦の生活は次第に困窮の度合いを深め、口論も絶えなくなった。そんな最中に茂さんにインスリンを打ち込むという事件が起きたのである。インスリンで茂さんが昏睡したままになると、しおりは保険が下りないので入院費が払えないと悪びれることもなく嘆くようになった。電気代や水道代まで滞納し、
病院に寝泊まりしながらスナックで働いているなどと話していた。中国人で医療知識もないしおりにインスリンで昏睡させるという犯行を伝授した田口久美子という女性も後に逮捕されている。田口はもともと極道の妻で、夫は相当に羽振りのいい暴力団幹部であり、豪勢な生活をしていた。しかし夫が糖尿病を悪化させて脳梗塞で倒れ、つきっきりの看病で病院通いから逃れられなくなって、一気に運にも金にも見放されてしまった。豪勢な生活は当然できなくなり、家賃や光熱費も滞納、貧困にあえいでいる中、出会ったのがしおりである。田口としおりは病院で親しくなった。糖尿病で入院していた田口の夫と大やけどを負った茂さんが同じ病院に入院していたためで、ヘビースモーカーの妻2人は喫煙ルームで知り合い、言葉を交わすようになった。ここで田口からインスリンを用いて茂さんの命を奪い、土地や財産を奪う計画を持ちかけたのである。そしてしおりは田口に言われるがままに実行、茂さんを昏睡状態にまで追い込んだ。これで財産や土地を得られると思ったしおりであったが、茂さんが先に手を打っていた。茂さんは入院していた時、しおりの執拗な金への性格を危険視し、自分に何かあったら解剖し、財産や子供を全て任せるという遺言を弟をはじめとする親族に任せていたのである。このため弟らの親族が事前に土地や口座を押さえていた。また警察はしおりが茂さんを大やけどさせたことや、茂さんの両親の命を奪った可能性があったことからしおりをマークしていた。そのことを察したしおりは浅草に逃亡、夜のお店で働き大人気嬢となるが、2006年2月7日警察に逮捕された。裁判でしおりはインスリン注射を認めた上で、離婚するために夫を入院させようとしただけとして、命まで奪うつもりはなかったと主張。しかしそんなものが認められるはずもなく、計画的で冷徹な犯行だとして懲役15年が下された。茂さんはその後一度も意識が戻ることなく、2009年7月26日59歳で亡くなった。しおりは茂さんを昏睡状態にしてから自分が疑われていることを察知して逃亡する際、1000万円をかけて顔のみならず包茎や腹部の脂肪吸引といった壮大な美容整形を行っている。こうして美貌を手に入れ、エリカという源氏名で予約が取れないほどの人気を博している。しかし金を手に入れるためのしおりの執念は凄まじいものがある。こんな女性にロックオンされてしまえば、男としての人生は終わったも同然である。しおりに犯行の手助けをした田口久美子と喫煙室でどうやって夫を葬り去ろうかと話していたのかと思うと、結婚に二の足を踏んでしまう男性もいるのではないだろうか。いずれにせよ生涯のパートナー相手は慎重になりすぎるくらいがちょうどいいかもしれない。ましてしおりはもともと中国人、日本とは根底で文化や価値観が違うため、理解し合うには相当な労力がいる。悪女に出会った男の末路は悲惨である。用心したい。